こんばんは、元男の子の青木かのんです。タイトルにもありますが、私と約15年間一緒に過ごしてきた愛犬のチョコが昨日旅立ちました。今までよく実家で YouTube を撮影してた時はチョコが横に座ってくれたりとかしてたので、応援してくれている視聴者さんにも報告しないといけないなと思い、今動画を撮ってます。これチョコの服なんですけど、まだチョコの匂いがする。チョコ会いたいよ。この後は昨日撮影したチョコのお見送りの場面をお届けしたいなと思うんですけども、3日前まではすごい元気でした。普通に走り回ってましたし、ご飯も食べてました。ただたまにやっぱり高齢犬ということもあるので息切れしたりとか、そういうことはありましたけど、それ以外特に何もなかったので、このまま行けばもっと長生きしてくれるだろうねという感じで見守ってたんですけど、2日前から急にご飯を全く食べなくなり、低血糖という状態になってしまい、緊急入院をしました。点滴が必要な状態だったので、その日は家に帰ったのですが、その日の夜中の4時にチョコは静かに旅立ちました。チョコは私にとってかけがえのない心の支えでした。性別に悩み始めた中学2年の頃にチョコは家にやってきたんですけど、その頃からずっと落ち込んでる時とか横に寄り添ってくれて、一番人生で悩んだ時期は必ずチョコが横にいました。なので今すごく辛いです。昨日家族でもう泣くのをやめようって言ったんですけど、なんかわかんないですけど涙が出てしまいます。今回の動画は私と家族のためにも残したいなと思って、チョコが生きた証を残したいなって思って撮ってるので、辛い気分になってしまう方いらっしゃると思うんで、チョコを一緒に送り出してくださる方はこの後も見てください。よしよしよし、飲んで寝てるみたいねえ。チョコほんと動かない。で、嫌な予感したんだよ、さっき電話来た時に。あれ、なんでこんな朝早くって。おじいちゃんおばあちゃんと一緒にさ、チョコもさ、すごいいい生き方したんじゃない、ピンピンぽっくりが一番いいんじゃない、犬にとっても幸せなんじゃない、チョコ。だって4日前までは普通に走り回ってたんだからさ、よかったよかった。ふん、かわいい。かわいいかわいい。髪の毛、調子いい感じの状態だね。あ、あの花も、最後。あの花。顔のここだけ。うん、今までお前ら生まれてたら身近にいた人でおじいちゃんおばあちゃんとか遠くいたけど、初めての家族だ。いつか来ると思ってたけどな。なかったね。ね、ちょっと顔周りに何かあんの、鬱陶しがるから。そっか。うわ、綺麗。ほら最後だよ。よし、ありがとうね。ありがとう。よしよし、ありがとうね。ありがとう。よしよし、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 よし。よろしくお願いします。箱とかはちょっと一緒に仮装できないので外させていただきます。はい、こちらで処分してしまっていい。お願いします。お預かりいたします。チョコ元気でね。またご連絡して戻ってまいります。チョコ元気でね。元気でね。今チョコ
火葬車に連れて行って、帰り待ちです。これチョコが寝てた布団。起きた。え、寝ていいよ。じゃあこっち来る。はい、よし。チューは、お豆また緊張してね。静かになる、ね、緊張すると静かだもんね。え、もう一匹いるんだって思う。ね、これもお願いします。二代目チョコ。いやだだだ。生まれ。ブラックジュース。やばいやばい。それはできませんです。やばい。生きていけないですかね。もう一人の顔が残ってました。今顔の口の正面と喉元で仏様の正面がこっちの房のつく方に向いているように収めました。わかりました。なのでよかったら後で房の前にご飯とかお水ちょっと手向けてあげてください。ありがとうございます。でかいね。人みたい。チョコこんな大きくなって帰ってきた。あったかいしまだ。全部入れてくれてるんでしょ。うん、でかすぎ。うわ、チョコ頭ちゃんとあるよ。ね、綺麗に残ってる。綺麗に残ってるな。これ歯のとこでしょ。あ、よかった。ちゃんと。あ、骸骨がちゃんと。うん、ちゃんとちゃんと。うん、うん、よかったね。ね、見て。1センチはないから。チョコのケージのところだけ新品カーペットが。本当だ。15年間も。うん、置いてたから全然違うね、うん、全然違うわ家族でお肉食べて元気出そうということで、私が生後数週間から来ている焼肉屋中目黒のビーフ亭行きました。チョコお姉ちゃんここに寝てたんだよ、こうやって。うん、え、乗んないの？チョコお姉ちゃんのこの乗ってみ、ほらほら、チョコお姉ちゃんと一緒のベッドだよ。ほら、乗ってみ。あんまりお気に入りじゃないかな。なんかね、チョコね、よくここの下に潜り込んでたんですよ。なんか気になって、なんかもしかしたら隠してるかもしれないかなと思って今ね、見てるんですけど。こっちにあったんだ。チョコのおもちゃがあった。チョコのおもちゃあった。やばい、頭が痛くなって、今日一日ずっと寝てたからなんか頭が痛くてしんどい、ね、ここでいつもね、ここで寝てたんですよ。多分昔動画出てると思うんですけども、ここで一緒にずっと寝てて、朝起きたらお腹見せてきて、撫でてで頭と体を撫でるんですよ。で撫でるのやめると手でこうやってもっと撫でろって言ってくんの。それがすごい可愛くて、それがもう見られないと思うと辛いですけど、でもずっと泣いてても仕方ないと思うし、多分チョコがそれを望んでないと思うんで、うん、チョコ安心させるためにも、もうこうやってワンワン泣くのはやめようかなと思ってます。やめたいです。チョコちゃん、いつでも戻ってきてね。でも絶対私おかしい人になっちゃってる、ありえないのにね、戻ってきてなんて言っちゃってて。チョコ遊んであげるから戻ってきて、よしよししてあげるから、ずっと朝起きたらおはようって言ってずっとよしよししてあげるから戻ってきて。ダメだ、チョコがいないと悲しいよ。チョコがいないと青木川ダメだよ。
チョコが一番お姫様だったから、チョコがいたからうちの家は明るくなってたし、チョコ本当にありがとう、長生きしてくれてありがとう、大好きです。チョコって本当に人間みたいですぐ拗ねるし気分嫌だし、でもそれが可愛くて、青木家の真ん中にはいつもチョコがいて、チョコがいたから家族同士のコミュニケーションもいっぱいあっただろうし、私の家の中心はチョコでした。これ以上チョコに心配かけたくないんで、もう泣くのはやめます。でもチョコは私の家にいつでもいますから、チョコの鳴き声聞きたかったら私のデータフォルダ見れば、また泣いてる、データフォルダ見ればチョコの鳴き声もいつでも聞けるし、いやチョコ心配しないで、私たち家族4人は元気にやっていくから、どっかでまた会おうね。あと今回の動画は広告がついてると思うんですけど、この広告でいただいたお金はチョコのお世話を一番していた両親に還元したいなと思います。チョコよく頑張ったね、お疲れ様って思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。